河井克行元法務大臣にまさかの実刑判決。でもこれもらった側はどうなるのか。そして資金の出所である自民党の説明責任、ますます重たいのではないでしょうか。はい、というこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。こちら6月の18日の今日金曜ですか、金曜日に収録をしております。今日ですね、地方裁判所、広島県の東京地裁ですね、すみません、東京地裁の方で、河井克行元法務大臣、元法相に、買収疑惑、公選法上の、買収疑惑の判決が出まして、これね、私ちょっと率直にびっくりしたんですが、なんと懲役3年の実刑判決がつきました。いや、これ厳しいことに別に何の異論もなくて、むしろよくやったという感じなんですけども、まあ本人も大臣も辞めて、そして議員辞職までして、すべての罪を認めたので、まあこうなると普通はですね、まあ情状酌量の余地あるというかです、ありというかですね、まあ反省も認めて、まあ執行猶予がつくんじゃないかなというふうに思ってたんですよね。で、河井案里さん、奥さんの河井案里さんには執行猶予がつきましたから、まあそういう意味で、河井克行さんも、まあせいぜい執行猶予、もちろん有罪間違いないとしても、まあ、懲役刑まではつかないんじゃないかというのが大方の見方だったと思いますんで、この実刑判決には多分多くの政治関係者が私も含めてびっくりしたなというところが率直な感想であります。で、まあ、冒頭申し上げた通り、厳しいのは、別に良くてですね。まあ、これまでがむしろ甘すぎたんだと。今後この政治と金の問題には、検察も裁判所も厳しく行くということは、私は時代の要請にも合ってると思いますし、今後もどんどんですね、まあ、こういうやはり政治とかね、買収とか、本当に一番民主主義を根底から覆しかねない、こうした政治と金の問題については、どんどん厳しく当たるべきだと思うんですけども、ただ一つ気になるのがね、もう過去との量刑、まあ、過去の相場感から厳しくなったっていうことは、まあ、別にそれは時代の要請とかいろいろあって、私はまあそれほど大きな問題ではないと思ってるタイプなんですが、でこれもらった側とのバランスというのはあると思うんですよね。今回河井克行さんはもうお金配りまくって、ね、100人の買収を東京地裁は認定したというふうに書いてあります。で、公職選挙法上の法律はもらった方も罪に問われるわけですよ。あげた側じゃなくて、それはそうですよね。この犯罪というのは一人では成立しないわけですよ。もらう方と、あげる方、この二つがあって初めて買収というのは成立するわけで、で、もらうのも犯罪ですよって法律には書いてあるわけですから、これもらう側は全員おとがめなしの不起訴で、もらあげた側はですね、懲役刑というのはちょっとこれ同じ法律の中で裁かれる。もちろんあげた方が罪は重いのは当然なんですけども、ただ同じ法律の中であげた側もらう側というこのコインの裏表で犯罪要件を構成している、この片や懲役刑、片や全くの無罪方面不起訴というのはちょっとこのバランスが私はおかしいんじゃないかなというふうに思います。で、これは以前にもこの Vlog で取り上げたことあると思いますけども、公職選挙法がなんだかんだこんだけ言われてもですね、なかなかこの買収というのがなくならない、公職選挙法上の買収がなくならないのは、だからね、もらう側に罪の意思が全くない、もらった側が裁かれるなんて、まあ皆無じゃないですけどほとんどないわけですよね。で、だからこの間の練馬の、経産大臣、菅原一秀さんの問題でも、まあ、お祭りの寄付金とか公電とか配りまくってたわけですけども、まあ、もらう側は全然、まあ、昔からやってることだし、全然罪の意識がないわけですよね。でも、もらう側もこれは一歩間違えば自分が裁かれるかもしれないと思っていたら、受け取らないじゃないですか。例えば、菅原一秀さんが来て、1万円つっても、いや、それもらったら私たちも、こうなっちゃうんで、っていうことになれば、やっぱこれは、どんどん淘汰されていくわけなので、まあ、今回この河井克行さんの方に重たい判断が下った懲役刑なら、それはいいとして、でも結局もらう側が無罪放免では、今後もですね、いやいや、もう受け取っといてくださいよ。もしバレても捕まんの私ですから、へへへとか言って、渡したらもらう側はそうかそういうことが、確かにな、今までみんな無罪だしな、不起訴だし、俺ももらっても大丈夫か。っていう、まあ、こういう風になってしまいますから、まあ、これはやっぱりね、私はもらう側、もらった側もですね、まあ、ある程度、もちろんこの、あげた側よりははるかに、低い罪だと思いますけども、やはりもらった側も、本当これは犯罪なんだと、まあ、いうことをですね、しっかりと、知らしめる、きちんとした適正な、法の裁きというのが、下ってほしいなという風に思います。で、そして最後に一点、これやっぱり、自民党の説明責任はますます重たくなったと、思います。まあ、もうすでに様々な報道出てる通り、1億5000万円、党本部から出ていて、まあ、これが何らかの買収の原資になった可能性は極めて高いわけであります。で、今回の裁判ではそこはまあ直接河井さんがやったことと関係ないからと、そしてもう買収したという事実を認めてるから、それ以上のお金の出所とかそういう捜査はしないということで、今回の地裁の判決でも深入りはされてないようなんですけども、これはまあ
もちろん自民党が別に政治資金として河井さんにお金出すということは別に法的には何ら咎められることはないわけですけども、説明責任、これは政治倫理的にですね、1億5000万円も法外なお金を河井さん夫妻に出して、そして河井夫妻が選挙で買収を行ったと、まあこういう事実関係から考えれば当然自民党にも一定の説明責任はあるし、まあそれはこの政治と金の問題を引き起こした大元とも言えるわけですから、まあこれは厳しくですね、まあ令和の時代にこんなあからさまな買収事件が、大掛かりな買収が行われたと、そしてその原資の一部として1億5000万円もの資金が自民党本部から河井さんの陣営に供給されてたということに対してはですね、これは二階幹事長も、自民党の党内でいろんな責任を押し付け合ってないでですね、解散総選挙、もうすぐ行われますから、その前までですね、しっかり白黒をつけて、ご説明をいただきたい。その彼はどういう意図で、何に使うために出されたものなのか、と、まあ、いうことは明らかにしていただきたいなというふうに思いますので、まあ、来週から東京都議会議員選挙もスタートいたします。もう政治と金の問題、東京でもやはり無関係ではないですからね、もう政治の世界である以上ですね、この政治と金の問題切っても切り離せないと言われてきたこのものをどう断ち切るのか、我々、日本維新の会のメンバーはですね、企業団体献金も受け取らないと、本当お金に関しては厳しく選挙上やっておりますから、選挙上も普段もやっておりますから、これしっかりとですね、そこを訴えて、自民党が作ってきたこの古い政治、古い慣習を断ち切るために、しっかりお訴えをしていきたいと思っておりますので、よろしくご指導ご鞭撻のチャンネル登録をお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さようなら。